リスタートできないんで気をつけてましょう。はーい。はーい。グッドレース、オール。うわ、滑っただよね。お、なんだ。前倒そう、そこは逃がしたくない。3ワイドラン分かってるから逃がしたくない。なんで他の車速いの？ストレートで自分遅いんだけど。エアロ削ってんのかな？もっとみんな削ってるってことかな？かもしんない。ストレートで負けたもん。楽しいな、この車とこのコースだと。でしょ？鬼ブロックに行こうかな。ちょっと離れちゃった。滑らせて。いや、1コーナー苦手だな。結構踏みっぱでもいける。踏みっぱっていうか踏んでもいけるかも。GB さんがログアウトしてた。おいしそう。あのコースからね。ああ。ラインが全然違うな。コースファスティスト。あそこは人による。自分も最初アウトインアウトで出てったけど、インベタ方が早いっていう。へー。5時間耐久やった成果です。なるほど。車によると思う。ハイパワーで滑ってっちゃう車はアウトに振ってった方がいいかも。タイヤがグリップするんであれば最短距離で行っちゃった方が。なんかポイさんが見つけたんですよね、確か。なんて気がする。ポイさんだっけ、わかんない。自分はメディックさんから聞いた。なんかその時なんかポイさんがって気がする。ポイさんが Z4 乗っててそれに気づいたんですか。あ、そうだっけ、わかんない。記憶曖昧だから。5時間耐久やった時の思い出は結構残ってるね。最後メディックさん、そう、トイレ行ってたら、帰ってきたらシャウラさんがトップになってるえみたいな。もう一周マージンつけて余裕こいて最後のピットでトイレ行ったらシャウラさんが前に出てた
まあ、結構コース短かったからね。そうなんだよね、そこを考えてなかったね。50秒ぐらいですね。そうだからトイレ行くのに1分ぐらいかかってるから結局は、ま、うん、間に合わなかったんだね。てかお茶さんと自分タイム同じじゃない？あ、本当だ全く一緒だ。なんか前もどっかで一緒だった時もあったよ。なんか2速で曲がるより3速で曲がった方が速いのかな。最終コーナーの手前のなんていうんだろう、あの SG じゃないな、なんていうんだろう、くねくねしてるところあそこ自分も3速です。あ、3速なんだ。一応2に入れて走っただけど、まあ、3で走った方が踏み込めやすいかな。なんかイエローフラップ出てるよ。なんだ、あったりと困ってる。最終コーナーっす。うん、最終。しかも結構危ない位置に止まったね。どうしたこれ。イン側レコードライン。でした。ああ、抜かれてしまった。え、なんでお茶さん？ね、何かに引っかかった？ちょっと最初で滑らせちゃいました。ああ。SOGD さん落ちましたね。まあ、旧車だから古いからね、トラブル出てくるね。あと2週かな。わあ、追いつきに3週なんかちょくちょく自分ミスってるね。ECR さん食いついてますね。うん、これワンミスやばいな。QL ランプがついちゃった。あ、違う、 ABS のランプがずっとついてるのかこれ。抜けねペースがすげえ落ちてきた。最終コーナーの走り方分かったかもしれない。あ、1コーナー飛び出ちゃった。
3速で走ってた方が速いんだ。お茶さんに追いつくぞ。後ろ誰だ、追いつくぞ。永遠のライバル。そんな遊んでたら追いついちゃうぞ。よしよし、これデブリミッター当てでずっと走ってたらなんかパスンパスンってなんかフターファイヤーがおかしくなる気のせいか、なんか違う音だったのかな今。走ってないね。あれお茶さん自爆か。そうよしよしよし、スピンしろスピンしろスピンしろ。ここではしないでしょう。1コーナー右側ピッコロだ。面白かった2番手争いが。なんか後ろすごい熱そうだったね。2、3台でやってた。まあそうですね。いや最初スタートであんなに差がつくとは思わなかったな。エスタイヤのお茶さんがあそこまで上がると思わなかったな、スタートだけで。蹴り出しもすごい良かった、速攻1コーナーで自分アウトが膨らんじゃってるし。あれアウト膨らんだだっけ、遅かっただけか。あったあった、そのあとだよな。そこでスタイヤはやっぱ最初から熱の発熱早いね。最初三つどもえの3ワイドになりたくないから、なるべく右に寄せていったんだけど、お茶さんも左に来るから、まあしゃあねえなみたいな結構怖かった。3ワイドになっちゃうとな、ブレーキタイミング遅らせるしかないなと思って、オーバーランするぐらいまで奥まで行ったんで、次のレースまだですか。もうちょっと待ってください。サーバー設定何分でした、何秒、あと1分20秒カウントダウン。あと20秒じゃまだ走るな。あ、落ちたって誰か。それぐらい休め。ああ、そっか。このチェッカー受けてない人がいるから、長いです。絶対には。厳しい。どうしよう、 M にしてみようか。 M で行ってみよう。
いや、待てよ。これスタートダッシュで。お、来た。2レース目だ。イエーイ。リバース？直線リバース。直線リバースです。了解です。これ24リットルでもいけるな。そう。多分。計算する。自分26で1周プラスだったよ。ギリギリ、まあギリギリっちゃギリギリだ。1周分多くやっとかないとなんか怖いんだよ。22でも、あ、23でも計算上はいける。23リットルでも。で、プラス1で 23.88 リッター。そんなギリギリまで詰める？ちょっとね、勝ちたいからね、やっぱ。30入れてもいいような気がするんだけど、まあ、勝ちたいからね。とか言って多分最終ラップで、あーで。多分5リッターとか体感できるスペックの差は出ないよね。スタンディングスタートです。めっちゃなんだろう、ヤーグ P、 ジャーグ P さんがね、プル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 震えてる。本当だ、プルってる。何プルってる、どういうこと。やっぱりみんな M？ じゃあ俺だけ S に行こう。あらあ、また S。ヤグ P さんピングが578。それおかしいね。なんで日本だよね。日本の地元。日本じゃないのかな。あ、減ってきた減ってきた。あ、93、50、24、17。あ、でしたね。スタートになる。ポジションアップ。マジか、トップ計算か。パー。今誰かと接触したな。俺だな。黒い車の。フロントと自分のケツがなんかちょっと擦ったような気がする。ごめん、閉めちゃった。ハッピーさん閉めちゃった、ごめん。ブレーキング早っ。やばいな。そうだ、リバースグリッドだったんですよ。あれだね。いやタイミングが全然違くてびっくりした。合わせられなかったね。もしかしてこの辺もやばいのかな。隙があるか。
ばいな、離されちゃった。あ、膨らんだ。たまにこの車は高速コーナーで裏切るね。しました。いや1コーナー2ワイドで入ってくるのめっちゃ怖い。いや、前にいるのはシャオラさんじゃないか。後ろだよ、やだな、絶対前行かせねえぞ。いやもう鬼ブロックっていう手の鬼ブロックをしてやる。もう誰が見てもうわーこいつブロックえぐっていうぐらいいや、まあ、自分もやるからね、その辺はなんとなく先読みするから。もう誰にも見せたことないようなブロックしてやるよ。なかなかミスってくんないな。いや進化しましたよ自分も。もうね、ACR 耐久の時とも違いますから。
スリップ入れないんだよな。今のなんか言わせてくれたのかな。普通にミスったんだが。え、そうなの。いやー、いるかなと思ってインベタでちょっと待ってた。クロスライン思いっきり狙ってました。まあ自分だったら多分入るなと思ったから塞いでた。いやー、性格えぐいわ。鬼ブロックだ、鬼ブロック。もう人間じゃない。いやいやいや。鬼だ、鬼、本当の鬼がいるぞ。いや、面白いでしょ。いけるなと思ったけど、いや、そこにいるのっていう。いやもう煽り運転かましたくなるレベルだわ。くっそー、やられた。卑怯な技の引き出しはいっぱいあった方がいい。まあ言い方は卑怯って言うけど、まあ作戦で、作戦。いやでもバトってた方がペース早かったな。あと1週か、次でファイナルだったか。ケトさん抜かれちゃったんだよね。いやー、追いつきたいな、カフェさんとケルさんの。こうバトってるからペース落ちてるような気がするんだけど、落ちてないんだよね。よし、ファッセストは出した。あぶねー、1コーナーアウト側ちょっと膨らんだら円錐で滑った。なんか熱い名前の2台で。おめでとう。いや、今日もミサイルできたぜ。楽しかった。サーバーサンクス。いいえ、どういたしまして。誰だっけ、ぶつかったの。申し訳ない。
車の上にネームを出してなかったんで誰が接触したか分かんない、誰と接触したか分かんないんですか。あれ自分最初誰と接触したんだっけな。あ、ハッピーさんとはぶつかったっけな。あれ誰だったっけ名前。ちびうまさんかな、なんかぶつかったの。違うかな。とりあえずひ、とりあえず埋まってると思う。馬多分その前にいた車じゃなかった、あれ違ったかな、違ったらいや